ですけど、今回ちょっと気になったのが、そのウーバーイーツの料理を宅配するときに背負ってるバッグとかな、発泡スチロールの部分と硬いプラスチックの部分があるんですよね。こうやって降りるような感じになってます。この下から開けれるような感じ。ちょっとね、下が、そこが大きいものとか入れるためにちょっと若干サイズなんですけど、横が、立っても大体、はい、皆さんこんにちは。やってまいりました、スピチューブです。今日はね、ちょっと今日は気になってちょっと注文してみたんですよね。何を注文したかというと、最近流行ってるウーバーイーツっていうのを、料理宅配サービスっていうのなんですけど、その携帯のアプリを使ってデリバリーサービスの注文ができるというものなんですけど、今回ちょっと気になったのが、そのウーバーイーツのまあ、スタッフ持ってくるときに、料理を宅配するときに背負ってるバッグあるんです。それどんな機能がついてるのとか、どんな感じなのかをちょっとね見てみたいなということで、今回ウーバーイーツのバッグを注文してみました。これが、ウーバーイーツの本体になります。ちょっと、ね、袋から出してみます。こんな感じですね。反射テープがついてます。こっちも反射テープがついてます。こんな感じになってますね。とりあえずね、パーツはこんな感じになりますね。 A と B で、A っていうのがあります。で、これ多分明らかに蓋なのかな、蓋みたいなのがついてます。で、こっちの本体の方にも B と A っていうのがありますね。サイドにあります。この A と B の中にそのプレートを入れるような感じになるのかなと思います。一応なんか説明書とかそういうのがなくて、おそらくそのホームページ上とか指定されたURL とかに入って組み立てるような感じになるような気もします。はい。で、これね、裏表があるんですけど、柔らかい方、発泡スチロールかな、発泡スチロールの部分と硬いプラスチックの部分があるんですよね。で、これどっちが正しいのかっていうのがちょっとよくわからないんですけど、この元々こっち側のウーバーイーツのところにもプレートがついてあるんですよね。で、外側が結構柔らかいんで、おそらく外側に、柔らかい方面を向けるような感じになると思いますね。だからこの A なのかな、いい感じで入れます。 B ですね。で、A と B に、プレートを入れました。結構ね、広いですね。に、底の部分ですかね、これを敷き詰める感じに
なると思うんですけど、これは下にで最後にこの蓋をする感じで、こういう感じですね。綺麗にできました。できるとこんな感じになります。で両サイドチャックついてます。こちらもチャックがついて、こうやって降りるような感じになってます。この下から開けれるような感じになってます。おお、これはちょっとね、下が、そこが大きいものとか入れるためにちょっと若干、間隔が作れるようになってるみたいです。下はねこんな感じでなってるんですけど、開けるとこないなみたいなと思ったんですけど、なんか開けるとこがあるみたいで、この下にチャックがついてんで、こういう感じで開けることができます。ピザとかそういうのを取り出しやすいような環境になってます。意外とハイテクですね。なんかでこの下のお尻の方もなんかファスティックがついてます。でこのファスティックは何のためについてるのかちょっとわからないですけど、もしかしたら、ね、荷台とかそういうところに固定するためにつけたりとか、さらに、なんかバッグっていうか搭載したりするときに使ったりするのかもしれないです。で前側なんですけど、普通に、携帯電話とか財布かな、なんか入れたりするようなポーチがついてます。でサイズなんですけど、横が46センチ、立っても大体、43センチぐらいですね。奥行きが大体26センチぐらいというような感じです。はい、まあ、こういう感じですね。ウーバーイーツかなりでかいですね。ここを見ても結構でかい感じです。で思ったよりやっぱり重いイメージが、重い感じがしますね。やっぱりあのプラスチックのプレート入れたりとか結構ごついんで重いですね、持った感じは。でこれさらにあの食べ物とか入れたりするんで結構あの大変かなと思います。すごいこのバッグ、ウーバーイーツので、これ普通にあのシェアされてて、どこで買うかっていうと、まあ、Yahoo とかでも流れたりしてるんですけど、 Amazon でもその Uber Eats のバッグっていうのを検索してもらったら、送料込みで4000円ぐらいで、売られてるんで、ぜひあの興味ある方とかネタとかそのコスプレというかそのハロウィンパーティーとかそのするときとか、どうなのかな、まあいろいろあるかもしれないですけど、その動画どうだこうだってあるかもしれないですけど、ちょっとネタ、人話のネタでね、ちょっと買ってみるのもありかなと思います。ウラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。